こんにちは、吉谷さん。なんかね、その1秒1秒本気で生きていくと、本当なんかこう時間が経つのも早いし、まあ、中身が濃いなというふうに本当感じますけども、私なんかね、この命がけで生きるってことが結構本気なんだなっていうふうに思い返すことがあるんですよ。まあ、というのがね、やっぱこう筋の通らないことを筋通すためだったら、なんか物騒な話ですけども、私懲役行くことも怖くないんですよね。それはおそらく、まあ結局逮捕されて牢屋に入った経験もあって、あ、このぐらいだったら乗り越えられるなと思うような腹の座り方ができてるからなんじゃないかなと思うんですよ。で、命を懸けるって文字通り死ぬか生きるかっていうギリギリのところでやってるわけじゃないですか。場合によっては死んでゲームオーバーってことを覚悟するってことでしょ。そう考えたら、まあ懲役に行くことなんて死ぬことに比べたらものすごい楽ですからね。そう考えたら、あ、結構命かけれるなって思うわけなんですよ。ここなんじゃないですかね、なんかその顧客のために死ぬみたいな発想が出てるのは、まあ、腹のくくり方がもう並大抵じゃないかなっていうところなんですよ。でも大抵の人は自分の人生や命をかけてトライすることとか何かを守ることってできなくって、安全に安全に行こうとしちゃうんですよね。で、そういうふうに安全を前提に過ごすから、最もロスの多い人生に陥ってしまうのかなと思うんですよ。なんかその誰かが言ってましたけども、何だったか忘れましたけど、もっと命をね、粗末に使っていかないといけないと。ここぞという時には突っ込んでいって、もう自分の身が打ち砕かれることを覚悟で捨て身でいかないと支柱に勝つはないよってことも聞きましたけども、まさに支柱に勝つって、ほとんどの人が捨て身で来ないから、捨て身で行くと全部勝てるみたいな発想なんですよね。これ本当なんかハッタリでもなんでもなくって、ああそれはできるなって思うことなんですよ。そう考えたら、サイト1万個作ろうが、 YouTube1 万動画アップロードしようが、もうちょちょいのちょいですよね、それに比べたら。じゃあ何に比べてネットビジネスの作業をするのが辛いのかなとか、忙しいって言えるのは何と比べて忙しいのかなとか、どこを見て自分の立ち位置を測ってるのかなと思うと、まあ分からないですね。それは分かろうとも思わないですけどね。自分のことがここまで腹がくれてるって分かってるんで、だからまあみんながみんなそうだと決めつけることではないんですけども、このままだと時間が過ぎていってね、まあ命をかける瞬間すらないまま人生終わっていくよみたいな。でも結局命はなくなるわけじゃないですか。だったら大事なところで自分の命をね、ベットしていくって瞬間があれば、それこそ同じように命をかけてくる人がいないんで、独走の勝ち人間ですよね。そういうふうにね、やっぱ思えるなと思うんですよね。なんか後悔ない生き方ってのは、結局安全に生きようっていう気持ちもあると思いますけども、ここで打ち死にしても構わないよみたいなね。まさに武士はなんか朝起きたら7回死ぬみたいなこと昔から言われてまして、本当かどうか知らないんですけども、今日もしかしたら自分の命日が来るかもしれないなと思って、身辺整理をして、まあ、朝飯前って言ってね、朝飯前には皆さんに挨拶を済ませておいて、それから一日を送るってことを考えたら、我々現代人はよく平和ボケって言いますけども、なんか安牌ばっかりなんでしょうね、きっと。で、やってみた結果、何も恩恵がなさそうだなっていうことに手を出さないから、最も恩恵のない人生を選んでしまうみたいなところがあるのかなと考えながらでしたね。だからなんかね、コメントを書きまくるとかね、20時間ライブずっと見るとかって、鼻くそごとですよね。むちゃくちゃ簡単ですよね。だからね、嘘でもはったりでもなくて、顧客のために死ぬとか命がけでやるとかね、腹をくくるみたいなことを言いますけども、まあ、そのぐらいの具体的に言うとね、気持ちなんですよ。懲役行くことも怖くないみたいなね。でも実際に懲役に行くか行かないかみたいな、そんなね、修羅場にはあんまり出会わないんですよね、さすがの私でもね。っていうことは、私以上に腹がくれてない人はもうそもそも修羅場がないとかね、波乱万丈なんてのは自分のものではないっていうふうに考えた方がまあいいのかなと。全部さざ波程度の誤差程度の上下しか起きないから、まあ、思い切ってやってみろってことなんですけどね。じゃあ思い切って何をやるって言ったら、とりあえずは YouTube 動画1000本2000本やるのにね、命は全然いらないんで、怪我もしないんで、そのぐらいはやってもいいんではないかなと思うところでございますね。ね、1秒1秒20時間ライブなんか思い出しますね。それじゃあ、いってらっしゃい。